高校を遊ぶところだと思ってたの。わかる。高校はさ、高校にさ、入学できたらさ、屋上とかに行けたりさ、なんか屋上に向かう途中のさ、階段とかでさ、ご飯とか食べちゃったりさ、空き教室にさ、なんかさ、遊んだりさ、みたいな。ねえ思ってたわ。マジで。一個もなかった。バイトせんかったん。いや、バイトね、ダメだったんだよ。でも、なんかね、高3ぐらいの時に、OK もらったんかな、お母さんに。それでね、ファミレスで初めてのね、バイトを経験したんだけど、あーもうね、もうね、結果から言うとね、1ヶ月で辞めたんですけど、なんか、すごいね、怒られてたんだよ。なんかね、ミコね、動きが遅いらしくて、なんか昔からね、なんか本当に幼稚園の頃からずっとね、動きがね、とろく見えるらしくて、まあ、実際にとろいのかもしんないんだけど、バイトリーダーのお姉さんみたいな人がいて、ちょっとね、さくらさん遅いよ。遅いよ。ねえ、ずっといびられ続けてさ、そう。でさ、なんか外掃除をめちゃくちゃさせられてて、外掃除。今となればさ、鼻くそほじってさ、なんだそれみたいな、やめたいみたいなさ、なんか全然さ、もうなんか無視しとけばええやん、みたいな感じにさ、今となれば思えるんだけどね。今ね、みこがね、なんかその学生時代に戻ってさ、やってたらさ、もうとんださ、なんかボス大将みたいになれんじゃねえかなって、思うよね。この余裕をさ、ね、幼き頃に持っててならなって思うんだけどね。